はい、皆さんこんにちは、ドライブです。今回もバイオハザード RE3 やっていきたいと思います。で、ちょっとさっき今ちょっとこのここのねアイテムまだあったんで探してたんですけど、で、こっち行ったらガレージあって、何かなと思って見てたら、これあれっすね、 RE2 でレオンとエイダが出会ったところのガレージですよね。これ絶対犬がいっぱい出てくるところ、これ繋がってるんですね。ちょっと今それ見てちょっと鳥肌立ちました。こっち側あったのか全然記憶ないんですけど、ここでエイダと一緒に歩いていったマップですよね。で、あのガンショップが前回の動画で出会った おっちゃんあるじゃないですか。あのガンショップの人ってもしかして RE2 で女の子殺したおっちゃんですかね。いや、どうなんやろ。で、またなんかこのガンショップに拾い忘れてるアイテムありそうなんで、ちょっとこれだけ拾ってから鍵開けて進んでいきたいと思います。これやな、絶対。あれつでこっち行った記憶があるけど、こっちでも閉まってんねんな。あ、この絵がなかったんか。ほんでこの扉開けていったんかな。なんか喋ってる。女の子は完成してんねんな、これ多分きっと。いや、もしそうならすごいな。違うんかな、ちょっとシールド見ていこう。よし、とりあえず進んでいきまーす。いや、絶対そうやと思うねんな。なんか見覚えあるなと思って。あ、ごめん。鍵を使う。お前生きてるか？で、この鍵はもういらんから捨てて。おい。やっぱ生きてるか？お前ふざけんなよ。奥から来てんのもしてんぞ。死んだか？いや、あいつマジでめんどくさい。ほらほら、おい、頭出せよ。よし、ちょっと感度維持だけど、ちょっと感度早すぎましたね。ちょっと感度だけ変えさせてもらって。当たった。オッケー。あ、こんなもん。しっかりアイテムを拾っていく。いや、なんかいそうやね。おった。こいつマジで嫌いやわ。ほら、もうこいつはショットガンもう容赦なくぶちかます。上行くかこっち行くか。いや、まず上行こう。はい、さあいいの来いよ。あ、グレランの弾です。炸裂だ。お？おもちゃやトイアンクル。トイザラスみたいなもん。あの人形の首がもしも上から転がってきたら。トイアンクルの人形の首。トイアンクルの人形の首。これ絶対なんかのヒントやな。トイアンクルで人形の首な。いや、ショットガンの弾が欲しいね。全体的に今弾がない。弾がなさすぎてピンチですわ。うわ、びっくりした。
いや、お前まだ生きてんのかいて。何何がそんなんずるない。いや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 、えぐえぐえぐ、ずるいずるいずるい。いやいや、ちょっと待て、なんでも、ちょ待って、やばい、それは怖いな。お前足速いね、その硬いからしてよ。いや、ロケランほんまに。おらん、危ない危ない。いや怖いな、もうしぶとすぎやろこのネメシス。大丈夫へん。またやつが荒れてる。おい、冗談だろ、殺したんじゃないのか。いや、ロケランはえぐい。もう俺も欲しいそれ。いや危ないな、お前さっきはずる。いやえぐ、え、これ死んだ。木箱拾いたかった。どうなったん。目の前の木箱を拾いたい。これ体力は、体力は普通の。緊急スプレーいいね。木箱拾われへんのかな。無理か、向こう側やもんな。何やったんやろ。とりあえず先に進むしかなさそうやな。いや、ネメちゃんほんまにあかんで。聞こえるか、やつを倒す方法を考えた。駅の近くまで来てくれ。だけどやつもついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。かっちょええ。もう言うことが違うわカルロスは。これどこ、あ、ドーナツショップね。めちゃ燃えちゃ燃えてますがん。拾わせてられたもんの、ここ。ほんまに？拾い忘れたアイテムありそうやけど、もうええわ。毒のアイテムじゃなさそうや。うわぁ、おもちゃ屋の首。いや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 、怖すぎやろ。首ってこのことかよ。いや来たね。よいしょ。どっちや。ここ、カルロス、ちょっとカルロス足速い。クレイマー置いてある。よっしゃ、いいね。カルロス強い。行こう、逃げるぞ。うわ、もうこれで安心や。え、行かへんの。カルロス、最初はひどいことも言ったけど助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。かっちょええ、マジでカルロス。これでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。
なんで？どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。マジで男の中の男やぞそれ。帰ってきたぞ。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行ってるから。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。かっこえ。はいはい。いちいちかっけえわ。研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。こいつはマジであれやな。よし行こう。ひねくれとんな。9月29日2時11分地下鉄車内寮。ん？車両内。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思う。バードみたいに。バード。正しければ生きてる。さっきの研究員。大丈夫かおっちゃん。チームメイトのことが心配か。おっちゃん感染してんじゃん。気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか。今何や。ねえめっちゃん、マジか。なんでこいつまだ生きてるの。もう助からん。来い、こっちだ。マジか、お前何でもありやな、ほんま。ニコライ、何のつもり。奴の狙いは俺じゃ。こいつマジでクズ。うわいっけ。お前の列車から降りろ、このクソ野郎め。うわマジで。そう。じゃ、マジあのニコライって許されへん、ほんま。あいつは何がしたいんや、ほんま。9月29日2時34分、ラクーン警察署正門。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。この警察署は RE2 の警察署か。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署か。待ってよ。お、アサルトライフル持ってる。いいね、ハンドガン。ここがどう見ても墓場だからな。ほんまや。でここは何もないから先へ進む。あ、もうある一度これ覚えてるわ。ここ、ブラッド、やめろ。タイレル、マービンちゃん。マジかよブラッド、お前まで。あ、ブラッド、許してくれ。マービン、それでそこの毛がおったん。 RE2 の伏線。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。おい、やる気か。おい、アサルトライフルやぞ俺。おい、
おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、全然死なへんやん。あ、なんか落とした。 ID カード。スターズ、役に立ちそうだ。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が。うわー、やっぱここや。情報が確かなら、バード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえて、さっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。どうするんよ。え、俺が…カルロス、これ見て。はい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 。オフィスの場所が分かった、ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。2階な。なるほどな。だから救助じゃなくて、ひっ捕まえるのか。うん、嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。オッケー、とりあえず、お前もな。とりあえずセーブしよう。こっから、こっからカルロスパートですか。いいっすね。お、何よこれ。ID カード開くんちゃん。やっぱし。ID カード機能強化。ID カードがツールボックスのキーとして使用できるようになった。あ、なるほどな。うわぁ、あれはなんだ。えぐい。それでここにこの死体があったんか。うわ、何やったっけ、名前忘れた。あの、引っかいてくるやつ。ここから逃げたのか。よし、お出ましか。おら、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 おい、びっくりした。お前来てるやろ。おやるか。いや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 、来すぎ来すぎ、一気に来すぎ。落ち着け。大歓迎、ご苦労なこった。ん？お前死んだ？死んだんか。ああ、わからなくなってきた。なんで、ここにアイテムが絶対ある。あ、ここ飛び越えられへんなってるよ。先行手榴弾。タイネル、聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。これ覚えとこ。CAP。いっぱいおるな。ちょっといっぱいいすぎじゃない？ちょっと。いすぎいすぎ。倒してられないのこれ全部。
よいしょ。何これ。スコープ AR。あ、いいね。いや、でも弾がないよ、もう。いや、これは覚えてないな、ちょっと。アリスやってたけど。ちょっと忘れたな。これレオンのデスクやろ。押収した爆発物。電池を外した状態。備品保管庫。あ、扉。クローバーの巻き。これはもう絶対赤いのになってんの。来たな。いや、まだなんかあると。あ、じゃあ、あの金庫か。いっぱい来た、いっぱい来た。こっち来い、こっち来い。一気に行く。あ、じゃあ。鍵がない。ここセーブポイントやろ。よしよし。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。え、違うやろ。ここは特に。え、下間ハーブ。レッドハーブばっか手に入るやん。置いていこう。で、とりあえずセーブして。進むぜい。無視や。なんや？スターズオフィスはその先だ。了解。下がってやがる。怖いな。相棒への手紙。爆弾で壁を壊すってやり方。もしもロッカーから物音が聞こえても絶対に開けるな。爆弾で壁を壊すってやり方だ。保管庫の鍵を持ったお前を追って3階に向かったんだ。いや、このロッカーの中に鍵を持ったやつがおんねんな。最後のやつはこう一個かやねん。これさっきのあれかな。何やったっけ。CAP やったっけ。いや、やめとこう。やめとくんかいって。電子部品。よし、じゃあ一丁ぶち壊してやるか。電池がないような。でもどっかへ電池を探してこなあかんねやろ。この上か。鍵。覚えてないな、ここの番号も。うえい。やめやめ。そんな急に起き上がんじゃねえよ、お前。落ちたで。
何や何や何や、えぐいの来た。ちょっと待て、ちょっと安全アンチ、とりあえずアンチ来うえリッカーやリッカー思い出した、あいつ足音は立てたあかんね思い出したぞ。いやちょっとごめん、一回セーブしよう、落ち着け落ち着け。よし行く行く。リッカーは上にもおるかもしれんからな。あいつは物音に敏感や。もうじっとしてたら大丈夫。いやこれ絶対倒さなあかんよな。おら。ドクドク言ってるドクドク言ってる。やったか。おい、やったったぜ。ただもう全部の弾を使い切ってしまった。ここやろ鍵って。バカ野郎、104。え、おんのかい。お前はハンドガンでは。おらおら、はいクリティカル。何番やっけ。104と106で109。ないやん、ないけどいけるやん。104、106、109で、後でここにレオンたちがやってくんねんな。はい、電池もらっていくよ、もらっていくよ。爆弾完成、アサルトライフル、ありがたい、手榴弾、とりあえず全部リロードして、お DCM いいね。それを知れたのはでかい。やばいやばい気がするから逃げる、やばい気がして逃げて、一旦セーブして終わろう。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ついに来ましたね、カルロス編。これ RE2 の警察署内探索っていうことでね、ちょっとだけ記憶にはあるんですけど、まあ全然 RE2 の時と全然違うんでね、物の配置とか、あ全然難しいですね。てか怖いわ、やっぱリッカーむずい、リッカー怖すぎる、いきなりリッカー来るもん。でもなんかいろいろ分かったね、マービンの怪我とか、なんであそこ腹怪我したかとか、最初に廊下におった警察署じゃない、警察官が倒れてたとか、上に吊るされたとかの理由が分かったので、ちょっと面白かったですね。引き続きやっていきたいと思いますので、動画の方ぜひご視聴ください。この動画が良かったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。Twitter もやってます。フォローの方お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンを押してくれるとめっちゃ励みになるんで、ぜひよろしくお願いします。他にも色々動画を上げているので、そちらも見てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。